日立院様、今度はこちらで脅威の測定をいたします。脱衣には奥のカーテンをご利用ください。別にいいよ。カーテンなんかなくたって。実際すごく評判いいんだよ、この身体検査ってイベントはね。この学院の上司は許せないな。医者とはいえお前の体に触れるなんて。何言ってるのさ。もう嫌だ。お医者さんごっことか言いながら散々僕の体もてあそんでるくせに。さあ、ハルちゃんこっち。何、うん、お待ちしておりました、お姫様。玉木先輩。うん、その驚いた顔も可愛い。藤岡様、脅威を測定いたします。お支度が済みましたらこちらへお願いします。今度は春日くんよ。ついに来るべき時が来たか。じゃあ春日はここで待ってて。何するんですか。大丈夫、守るよ。お前は俺が守る。藤岡様、お支度は済みまして。はい。藤岡春日です。あれ、玉木様？どう見ても玉木様よね。春日くんのコスプレ？玉木様、何のつもりかしら。本当にやったよこの人。バレるっつーの、それバレるっつーの。お前ら絶対にバレないって。お前らが、お前らが。ほもほも要因弱りされたささやかな復讐です。ごめん、バレちゃった。え